Ура! はい、ポイントは2つだ。1つ目は自分が取るとの意思表示だ。自分が取れそうな打球に対して両手を上げて大きな声でオーライかけるんだ。2つ目、内野手と外野手の間のフライが一番難しいんだ。ここは特に内野と外野の衝突が多いんだ。しっかり声をかけて、外野手が先に声をかけた場合は後ろが優先なので外野手が捕球をするんだ。その時は内野手はしゃがむか、もしくは邪魔にならないように離れるんだ。